緊張しちゃって何喋っていいか分かんなくなっちゃって。アイドル側の時のオーディションはどうだったの？うまく喋れたの？うまく喋れなかった。でも緊張してるかどうかってあんま関係ないんじゃないの？その人の中身を見たいわけだから、はい、緊張ってね誰しもあるしさ、はい、うん、その辺はもうやっぱね、あの面接をしてる人もさ、いろんな緊張してる人を見てるわけだからさ、まあそうですよね、そらそうだよ、そうですね、マイクにずっと当たってんだよねちょっと今ずらしてて、はい、そうなんですけど、だできる限りこう自分のことを出す、もう出てんじゃないの、もうそこに。何がですか？だその自分の内面的なもの、緊張しててもやっぱもう出てるじゃないの。だからアイドリングにも入れたわけだし、はい、緊張したんでしょ、だって。はい、全然顔引きつってましたね。うん、だからそういうとこじゃないんじゃないの。え、どう思います？緊張してる部分もひっくるめて朝日奈央っていうことですから、うんうん、なるほど。そう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 、それもなんか初々しく映るっていう場合もある。だって緊張してる方がなんか好感持てたりするしさ。そうなんですか。うん、いやでも俺もちょくちょく使うんだけどね。使うんですか？大して緊張してないのにわざと好感度上げようと思ってここ緊張してるように見せようって。それプロですね。たまにね、10回に1回ぐらいね結構あとはもうリアルに緊張してたりするんだけど、うん、でもマスオさん緊張しなさそうです。緊張するよ俺。緊張するっていうかもう、うん、そうだね、引っ込み思案だからあんま。なるほど。自分を出せないっていうのもある。俺の悩みでもあるんだけどね。はい、うん、そうなんだ。